はーいお疲れ様です元つですす今回のお話なんですけど、今めちゃめちゃ話題になってる大谷翔平選手の通訳が違法賭博に関与した疑いで解雇されたぞーっていうようなそんなお話になるんですけど、それに伴いね、大谷翔平選手も選手生命がやばいんじゃないのかと、共犯みたいな扱いになるんじゃないのかということで、ネット上では話題になってるわけなんですよね。た、まあ、ただ大谷選手はもうブチ切れ状態みたいでえ今回の その違法賭博したんじゃねーのかっていう疑惑がねえ水原氏から出た時点でむちゃくちゃ大声で怒鳴りつけていたらしいんですよねおいふざけんなみたいなねそんなことを言ってたっていう情報が上がってきて今現在ですねもうインスタグラムとか通訳の水原氏との写真は完全に削除しちゃってるみたいなんですよねまあということでまあ大谷翔平選手とね一緒に歩んできたのにやばいことをやってしまい大谷選手から援護切られてしまうっていうなそんな通訳のねお話をね見ていこうかな だと思います元水のチャンネルでは時事ニュース家のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします、まあ、ということで今回いろんなね情報があってニュースいろいろ飛びながら見ていくんですけどまずどんな話だったのかということなんですけどアメリカ大リーグのドジャースは20日大谷翔平選手の通訳を務めてきた水原氏を解雇したと発表した球団側は理由を明らかにしていないが複数のアメリカメディアは 水原氏が違法賭博に関与していた疑いを報じている。大谷選手を講師ともに支える専属通訳の解雇という衝撃波は改めて日本の野球界が進むべき道を明示した。日本球界は今や米国での1兆円産業とも言われるスポーツベッティングの急成長に背を向けたが、その選択が間違っていなかったと言えるということで。 まあ通訳の水原氏が違法賭博に関与してた疑いで、まあ、解雇されたという話なんですけど、まあ、その経緯の中でですねこんなことが言われているんですよね水原氏は解雇が公になる前日アメリカスポーツメディア ESPN の取材に対して大谷に借金返済の肩代わりを依頼したと証言したが翌日発言を撤回している実際にはどんなやり取りが大谷との間にあったのかそれいかがでは大谷自身の問題にも波及しかねない重大事態である ということで、まあ、これ7億円とかのお金をですね負けて、そのお金をね大谷翔平氏に、えー、まあ返済を肩代わりしてもらったというような話を最初言っちゃってたんですよね。まあ、そのせいで、大谷翔平も違法賭博をしていることを知っていたという話になると、まあ、大谷翔平自身の、まあ、選手生命にも関わるような、そんな問題になりかねえねえということなんですよね。まあ、ただその発言を撤回していいるととうことで、まあここ ここら辺の情報がね、すごいいろいろ工作してるんで、確定的なのがまだ分かってない状態なんですけど、まあ、大谷選手はこの水原氏に、まあ、お財布管理を任せてたというか、まあ、全額ではないですけど、お金を任せてたから、そっから勝手にお金を出したんじゃねえのかというようなことも言われてたりだとか、本当ね、あの大谷選手が知ってたかどうかっていうのがね、えー、ポイントになってくるみたいなんですけど。 まあただ、この通訳の水原氏はですね、こういうことでもね、話題になってたみたいなんですよね、大谷翔平、サインボールを私物化してたんじゃないかのかっていうような疑惑があってですね、ここら辺かな、2023年ーシーズンの大谷のサインボールを巡って、ある騒動が起きていた、エンゼルスファンの間で、水原通訳が大谷のサインボールを私物化しているという疑惑が持ち上がったのだ、ファンの一人が語ると、大谷選手はファンが多く、一人一人に対応するときりがないので、 基本的にサインボールなどはもらえませんそんな中、日本からエンゼルススタジアムに通っている女性が個人的に水原通訳とやり取りをしてサインボールをもらっていたと騒動になったのですということでこの通訳が大谷選手にお願いしてですねあの自分がつながっている人にあじゃあこれあげるよみたいな私物化してんじゃねえのかというわけなんですよね。そののシーンを捉えた動動画画ががあるととでではスタジアムの屋外で普段大谷と水原氏が が移動する際に乗っているカートが彼女に近づき運転手からボールを手渡されている彼女は他のファンの前でボールを誇らしげに掲げておりボールには大谷のサインが17番の背番号とともに記されていたとただでさえ大谷はサインボールが少ないのに背番号付きとなるプレミア品です彼女はロスに住む一平さんの父親に近づいたそうですってこの一平さんというのが通訳の水原氏ねの父親に近づいたらしいんですよねで父親と連絡先 を交換して一緒に野球観戦に行くようになり、その人脈を生かして一平さんとも親しくなった。一平さんの誕生日である31の背番号入りのオリジナルユニフォームを作成してプレゼントし、そのようなやり取りの見返りとして大谷のサインミリボールを手に入れたようです。ということで、まあ、大谷選手のファンだから、回り回って通訳の水原氏と仲良くなった。 サインボールを手に入れたっていうようなねこんなことが、えー、噂にされてるみたいなんですよただ週刊ポストが除染問い合わせるとその事実を否定しており真相はわからないということで、まあ、これがね本当かどうかはわからないんですけど、まあ、こうした、えー、サインボールを私物化してんじゃねえのかっていうような疑惑がね話題にはなってたわけなんですよね、まあ、そういうのが本当なんだとしたら、まあ、あの任せられてるお金をね、まあ、勝手に使っていたとか、えー、借金返済に使ってたって言われて でもまあ、信憑性はあるのかなと思いますね、まあ、勝手にこの通訳がやってたことだととだだいう話だとか、まあ、こっからなんですけど、まあ、大谷翔平選手はね、この通訳に対してブチギレてたみたいなんですよね。えー、こちらの記事なんですけど、大谷翔平、7億円盗と人、水原一平氏にベンチ裏で浴びせた罵声だって、ひた隠しにされてきたカードゲーム依存ということで、めでたく3月20日の韓国ソウルでの開幕戦を勝利したロサンゼルス、ドジャースだが、その 試合直後にベンチ裏にいた韓国野球関係者は男の吠え声を聞いたというってうわーっていうようなね、まあ、声が聞こえて姿は見えないが声の主は明らかに大谷翔平だったということで大谷翔平選手がもう。 大声声ででで吠えを上上げてていいいるるというのがが、えー、証言で上がってるみたいなんですよねまず別の部屋から大谷の大声が聞こえてきましたうなり声だったのかもしれない誰かに向けた土星だったんですって、まあ、大きな声で土星のような声が聞こえたぞとでその後大谷はロッカールームに入り水原一平氏らも入った20分ほどで出てきたが大谷はかなり怒った表情でしたってそしてそのロッカールームで水原氏はギャンブル依存症を告白し ドジャースから通訳解雇が告げられたとされていると、まあ、この時点で大谷選手はブチギレてたみたいですよねまあそれゃそうだよね米国スポーツ専門局 e s p n が報じたところによると水原氏は違法賭博に入れ込み堂本への負債が450万ドル約7億円にも膨らみ大谷の資産で返済されたとされ20日朝に水原氏にインタビューをしていましたということなんですよねで FBI は道元を調査し している中で大谷選手ののの銀行口座からら送金履歴を見つけ水原氏の賭博が発覚したと見られていますそのためか開幕戦前からドジャースのベンチュラは慌ただしかったというドジャース職員に選手の球場入りの時間などが確認したくても朝から連絡が取れないことが多く何か異変があったのかと思っていたんですと ESPN の取材に2021年に堂本の男とカジノで出会ったことを告白した水原氏。 彼のギャンブル歴の長さがうかがえるが、日本時代に在籍した北海道日本ハムファイターズの同僚には全くそんな本性を見せなかったという。とにかく気配りの人というイメージ、金の匂いはせず、米国で公金をもらうようになり、金銭価格がおかしくなったとしか思えないんですと。しかし、エンゼルス時代から取材している現地記者はこんな印象を明かしている。水原氏のプライベートは謎だった。エンゼルスの同僚たちもほとんど知らず、ある選手は聞いてみたけど、あまり話したか ただある話の流れから水原氏の趣味がカードゲームだと分かったんですがどんなゲームと聞くと彼は話を濁すんですよって水原氏はドラフトキングスというサイトの利用を ESPN に告白しているこのサイトは実在スポーツ選手の成績などをもとにユーザー同士が競うファンタジースポーツで合法賭博ができるもの日本でもプロ野球選手をカード化した形などでファンタジースポーツは展開されており水原氏が 好んんだカーードゲームとはこれれを指ししていたのかもしれません報道が進むにつれて大谷自身の違法賭博行為への関与も注目されるようになった当初水原氏は20日朝の ESPN の取材に大谷に事情を話し賭博の借金を返済してもらったと証言だが同日午後に大谷の代理人弁護士が大谷は巨額な窃盗の被害者と声明を出すと水原氏は大谷は送金を知らなかったと証言を翻す となると水原氏は大谷から約7億円をネコババしたのかという話になりますよねで国際弁護士の清原氏は賭博罪だけにとどまらない可能性を指摘すると水原氏が大谷選手の口座から無断で胴元に送金したとすれば横領罪か窃盗罪に問われるでしょうこの場合被害額が大きいために禁錮刑になる可能性が高いですまた大谷選手が水原氏の違法賭博を知りその返済を手助けするために承知 この上で送金したとすれば、事後共犯として大谷選手にも賭博法上罪の疑いがかかるかもしれません。まあ、これが一番の問題なわけですよね。証言が2点3点した経緯から、米国では雇い主だった大谷への批判も高まっている。多くの米国民は、大谷を守るために弁護士が嘘をついた、保身のため使用人に証言を返させたと考えています。大谷が知らぬところで弁護士と水原氏が口裏を合わせた可能性は高い、 そうなれば FBI が大谷に違法賭博への認識送金への同意の有無を捜査するでしょうと米国球界に詳しい関係者は学歴詐称疑惑も浮上する水原氏をこう突き放すと、まあ、こうした学歴詐称の疑惑も上がってるみたいなんですよね、えー、こちらの記事になるんですけどアメリカメディアの NBC ロサンゼルスは水原氏が卒業したとされるカリフォルニア大リバーサイド校が彼がその学校に出席した記録はないと話していることを紹介した というそんんなな疑惑も上がってるわけなんですよでちょっと戻るんですけど実際にあった水原氏の印象は米国に慣れているだけの男だったぼやっとしていると思っていたが今回の件で改めて納得しましたとそもそも後払いでツケができる賭博なんて日本でいう飲み屋なんですから一目で違法と分かりますよ大谷をリラックスさせ世界一にも導いた一平ちゃんだったがあまりにも行動が軽すぎたーっていうことでまあということでまあこれ から大谷選手の選手生命どうなるかとかも大事なところになってくるわけなんですよね。で、まあ、あの水原氏の話を聞いた大谷選手はもうブチ切れ状態なんですよ。まあそれがね、えー、証言されてるわけなんですけど、まあ、実際にですね、ネット上でもこういうふうになってて、大谷翔平、インスタから水原一平さんの写真をすべて削除だって、大谷トラウト、水原一平の3人で撮った写真など、水原さんが写ってる写真をすべて先ほど削除しましたという。 ということで、インスタのね、この大谷選手と水原氏、一緒に写ってる写真とか、全部削除してるみたいなんですよね。まあ、相当大谷選手はブチ切れてるということみたいなんですけど、他にもこういうの言われてて、ドジャース移籍発表も、ご結婚の発表も、重要なことはインスタからだった大谷選手ね。大谷翔平選手は、ご自身の SNS 発表を大切にしてきたことがわかる。あの日、すぐフォローを外しただけではなく、水原氏との過去の写真を全削除したそうです。大谷選手の 心の傷のの傷深さは私たちの想像以上かもしれないということで、まあ、そのどなったーって証言が上がっている、その日にその画像とかもね、削除したっていうような感じみたいなんですよね。そしてさらに大谷翔平さん、一平さんのインスタのフォローを外す、まあ、そうなりますわなっていうことで、まあ、フォローも外して、もう本当にもう完全に縁を切るようなね、そんなことをされてるみたいなんですよね。まあ、実際にこうやってインスタ見ても、確かに写真とかないからね。 まあ元光の大谷翔平選手のイメージは、ほとんどニュースとかの情報でしかないですけど、むちゃくちゃ真面目な人っていうイメージがあるんで、とにかく曲がったことが嫌いな人みたいなね。まあ、なので、通訳の人、めっちゃ仲良くしてたはずなのに、違法賭博とか何やってくれてんだっていうことで、自分の選手生命とかどうのこうのじゃなくて、純粋にお前何やってんだよっていうことで、ぶち切れてたんじゃないのかなと思います。まあ、自分が信じじじてたたたもののに裏切られたようなななそんん感じだったんじゃないのか かなと思いまますね。で、まあその大谷翔平選手なんですけど、えー、こういうことも言われててですい、ね、て、まあ、今回の騒動に関して大谷選手が現地時間25日に報道陣に取材対応すると AP 通信などが報じたということでまあ、これから大谷翔平選手が、ね、いろいろ発信するぞということみたいなんですよね大谷選手は問題の発覚以降コメントを避けてきたドジャースのロバーツ監督は大谷選手が公の場でこの問題について自ら話すことを支持すると表明 彼が知っていることを話し考えを述べてくれることを嬉しく思うと述べたということで、まあ、これから大谷選手の言い分が出てくるとは思うんですけど、まあ、元光の思ってることで言うと、まあ、大谷選手は違法賭博してるとまでは絶対に知らなかったと思ってるんですよね、まあ、そういうの絶対に嫌いなタイプなわけなんで、まあ、これだけストイック で、まあ寄付とかもしてるような人が違法賭博なんて、えー、進んでやるとか、まあ許容するとは思えないんですよね。まあなので、今回の話って、この通訳の水原氏が一方的に悪いんじゃないのかなと元光は思ってるんですけど、まあこれだけ日本のヒーローというか、えー、もう本当大スターがですね、このことに関わってないんであれば、そんなしょうもないことで、まあ消えてしまう、選手生命終わってしまうっていうのはありえないと思うんでね。まあ、早くこれにはね、決着がついてほしいかな。 とはいうことで、ネットの意見もね、見ていこうかなと思うんですけど、それはパートナーに裏切られて、選手生命が危ない、切れない方がおかしいでしょうって、これで怒らない成人は地球上におらんよっていうことで、まあ、さっきのね、えー、怒鳴り声を上げていたっていうのが、まあ、それはみんな切れるでしょうって、まあ、結構ね、ネットの意見だと、その大谷選手って、まあ、冷静に怒るときは怒るけど、そんな取り乱すような人じゃないでしょうっていうような意見があったりするんですけど、さすがにそれは切れるでしょうって、 っっていいいう風なねね意見がいっぱいありました、ね、何億円も金を使い込まれてその上球団から排除されそうになって野球人生終わりそうなのに怒鳴り声だけなんてかわいよってぶん殴って引きずり回してもいいぐらいだろうっていうことで普通の人だったら手出すだろこれっていうようなねそんなことが言われてますねとか事実ならそれは当然だろうと今まで一緒にやってきた仲間だからこそ余計に怒るんだろうどうでもいいやつなら何も思わないはずだからこれだけ怒るのは ある意味、大谷選手の優しさではなかろうかと、まあ、怒鳴りつけるぐらい相手のことを思ってたっていうことなんじゃないのかというような意見だとか、賭博をしたことや窃盗より水原一平さんを失うことへの怒りなんじゃないかと思う。 まあそう思われるぐらい一心同体でね動いていたりしましたからねまあ常に記者会見とかもね隣にいたりだとか本当生活ともに支えてたみたいなんでねとか他には報道が事実だとしてキャリアを脅かされることをされてるのにそれでも切れないやつだと思われてるのはおもろーいっていうことでまああまりにもね大谷選手が成人というかまあ変なことで怒ったりもしないしすごく寛容的な存在っていうイメージがつきすぎてて今回 今回の怒鳴り声を上げたっていう報道がえ、本当かよみたいな、それぐらいびっくりなね、話になってるということが面白いと言われてるわけなんですよね。まあ、それぐらい大スターだよね。もう本当すごい人かなと、元光も思ってるんで。 まあ、ぜひ早くね、話が収まってほしいかなと思います、まあ。通訳はね、もう完全に、えー、大谷選手から縁を切られたみたいですけどね。まあ、ということで、今回のお話は以上です。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元ドのチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。